明治20年豪農岡本佐知七郎によって美浜町上市議に建てられた表の屋敷と裏の屋敷のうち、裏の屋敷を天正年間からおよそ300年にわたり薬の製造と小児医療に貢献した榎本家が譲り受けました。今回の企画展では裏の屋敷に残されていた医療機器など貴重な資料を公開しています。会場には榎本家が子どもの肝の虫を抑える薬を製造していた資料や、薬の調剤に用いた天秤、粉にする道具のほか、榎本家が薬を中国や台湾から受注した時の注文書や薬袋などが展示されています。この企画展は県立熊野古道センター特別展示室で来月2日まで開催されています。